皆様こんにちは、山芋です。本日はセーブとロードについてお話ししたいと思います。皆さんはこちらのプラスボタンを押した時に出るセーブとロード活用してますでしょうか？まあ、簡単にリセマラができるって言ったらいいのかな。牧場物語は効率よく動くのが一番なんですけど、先にインゴットメーカー入れ替えてから街に行くはずが先に街に行っちゃったなとか、あ、じゃあちょっとロードしてもう一回やり直そうっていう時は、オートセーブしたところからやり直せばその日の1日の始まりからできますよね。他にもセーブデータが10個まであるので、好きなところでセーブしておいて、違う結婚相手とまた結婚してみたりとか、お付き合いしてみたりとか、いろんなところでセーブができてそれをロードすることができます。とっても便利ですね。ただ、ここで注意をしなければならないことがあります。それはオートセーブです。今、1年目夏の月15日ですが、今から私ロードで、とても懐かしい、1年目春の月6日に移動してみたいと思います。とても懐かしいです。先ほどよりも1ヶ月以上前の時代ですね。で、このまま眠ってしまいましょう。そしたらどうなるか皆さんお分かりですよね。はい、オートセーブ中と入ってます。はい、初めてね、買い掘りができる時代になったんですが、ロードするで、はい、オートセーブが上書きされてしまってます。じゃあ私の夏はどこへ行ったの？ってなってしまうわけですね。安心してください。私はちゃんとセーブしています。そうです。オートセーブのみで進めている方、違うデータでやるときは必ず別のところでセーブしてからやらないと、オートセーブが入ってしまいます。これはね、他のシリーズでもそうなんですよ。だから昔からやってる人は分かってるんですけども、改めてやると忘れてます。私忘れてて2日ぐらいやってしまってました。消えちゃいました。皆さん、忘れないようにしてくださーい。牧場物語をこのシリーズで始めた方、このゲームはオンラインで他の方に迷惑かけることなどないので、リセマラーしまくって大丈夫です。あ、この日効率悪かったなと思ったら前の日に戻ってまた一からやっても全然大丈夫なゲームですので、このセーブとロード、ちょっとね、上書きされちゃうとややこしくなるので、常にセーブしながらロードを繰り返して楽しい素敵な牧場物語生活をぜひ送ってみてください。私ちょっとやらかしちゃったんで皆様にも気をつけてねっていう動画を作ってみました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもたくさん動画作ってるので見てください。バイバイ。